でやってるわけですか。マスクやってってやってる。なるほどなるほど。大事。移りが悪くなるわけよ。ですよね。うん、ですよね。ごめん。何してるの今日。今日はいつもはやるの忘れ。今日やったら。あ、ごめんごめん、ありがとう。はい。申し訳ないね。はいです。あ、今やばいよ。はい、皆さんこんばんは。毎週水曜、あれなんかおかしいな。週の真ん中水曜日夜8時からは吉村寮どこかの寮時間でございます。本日も1時間の生放送よろしくお願いいたします。さあ早速パパ屋さんにはバレてるんですけども、あの開始スタートからバタバタでございます。すみません。さあ皆さん大丈夫ですか。なんかね、沖縄はね、寒くなったり暑くなったりでね、変な感じになってるんですよ、うん、なんかこの間本当に春一番吹いたのかなぐらいの、すごい昨日かすごい暖かい日があって、ですごい風も強くてなんか心地よかったんですよ、とっても。なのに今日またなんか変な冷え込み方をして、雨も降って、まだ冬じゃんってなってます。はい、皆さん体調を崩さないように頑張っていきましょう。さあ筋トレの方も楽しくやっておりまして、で今日みんなに見せたかったんですけど、なんだこれ見える？僕 の、 あの通ってる琉球ドラゴンプロレスジムさんのサプライグッズなんですけど、グルクンマスクさんの新しいパーカーが出まして、めっちゃ可愛いんですよ。こっちにね、見えてるかなこうか、グルクン専用っていうなんか入ってて、ちょっと後ろがね、こう見えました。なんかね、電波で聞いてる人は何のこっちゃわからないと思うんですけど、本当ねラジオですからパーカーの後ろにね、このグルクンマスクさんのマスクのパーツが、このガンプラみたいに、ランナーって言うんですけど、プラモデルのパーツみたいので構成されてるようになってて、めっちゃ可愛いんですよ。いいなと思って。で、昨日買うときは、なんか週間天気予報を見ても沖縄寒くないけど、つって、いつ着るの困難っていう話を、グルクンマスクさん本人としてたんですけど、急に今日寒くなったんで良かったです。さあ、わけのわからない話はこの辺にしてちゃんと進めていきましょう。さあ、本日も僕の相方をしてくれるのは、このメガネのおじさんです。はい。こんばんちは。山内です。ちゃんと、はい言うた。やっぱ今日はですね、はい、大阪から来ている、吉岡さんという。見たいですね。この、あれがいるわけですよ。あれがいるわけですか。あの、インターンが。なんかちょっと、ちゃんとしっかりやりたいなと思って。ほう、報告書に書かれるんですよ。そうなんですか。あっちの社長は随分と緩いとか、ね、書かない、大丈夫、あ、よかったよかった、現場で確認していや、万が一そういうのがあるんであれば、あの、先に教えていただかないとこの番組はおかしくなってしまいますよ。え、どういうこと。いや、真面目にやろうと思えばできるじゃないですか。誰が吉村さんは基本ふざけてるじゃないですかラジオは楽しくですよ。見てこの MJ さんのこの感じ。吉岡さん、男性女性って来てます。そこから聞くの。可愛い女の子ですよ。可愛い女の子ですよ。大学生ですよ。二十歳だっけ。二十歳です。あらあら、もう MJ さん、なっちゃんいなくなってからそんなことばっかり期待してるのかな。そうでねさあさあ MJ さん来たら早速見ていきましょう。コメントの方も来てます。沖縄 T シャツパパヤさんから、今夜も元気に、こんばんは。こんばんは。早速何か壊したって聞いて。壊してないですよ。壊しましたね。ちょっとバタバタしてただけ。大丈夫ですよ。本当ですか。はい、あの、飛沫防止にね、いろいろ動いてるだけでございますからねさあカッボーイさん来てます、うん。吉村総領事、山内大志、美人秘書、なっちゃんは土曜日になんで行けなくなったか聞いたけど、またお二人に戻りましたね。してデルフィンスペシャルができるようになりましたか、うん、あれ先週聞いてたやつと違う技来ただからね
むずい、むずいぞ、カンボイスさん。デルフィンスペシャルはきっとあるじゃない、スペルデルフィンさんがやってたのかな、きっとかな、沖縄プロレス時代かな。ちょっとまた勉強してきます。はい、もう違うのぶっ込まれたら顔しきれないです。だからね。面白いな、いい調子になってきてるな。さあ、MJ さん来てます。BL ブラザーズさん、こんばんは。誰かやねん。誰かやねん。ほんまやね、誰かやねん。さあ、MJ さんがガンプラ風パーカー。そうそうそうなんですよ。ガンプラ風。かわいいっしょ？これ、シャア専用を意識してるってことね。そうですね、こっちね。グル君専用はね。いいよね。いい。永遠の憧れですよ。うん、うん。ガンダムは。そうね。楽しい。はい。グル君、マスクさんもガンプラ大好きで。もう今でも買って作ったりしてるんですよ。だから、ツイートとか見てると、この大阪とか遠征行った時に、うん、ガンプラ屋さん入ったりとかしてるんですよ。今でも売っているの？売ってますよ。売ってます、売ってます。はい。僕も作ってないのがいくつかあるんですけど、家に。え、どこで？何がですか？売ってるの。え、普通におもちゃ屋さん。ああ、そうなんだ。で、家とか、トイザラスとか、そんな。トイザラスいっぱいありますよ。で、意外なところで、うん、山田電機にもいっぱいありますよ。ガンプラコーナーあります。ガンプラ？山田電機。ロボダッチは？ロボダッチは山田電機にはない。アルマだ。ないよ。もうない。ないよ、ロボダッチは。ロボダッチやってた。島模型店ぐらいに行ってあるかもしれないけど。ロボダッチやってた？やってた。あれ良くなかった、あのあれでしょ、でっかいジオラマみたいな島とかのやつでしょ。俺ああいうのが好きなんですよ。明るい、楽しい、楽しいよね、あれ島作ってからに。そう、楽しい。え、今日のテーマなんだっけ。まあいいや。ダメダメだ、オープニングからこんな感じだ、はい。さあ、カーボーイさんがこの番組がしっかりしたら番組の個性死んじゃうよって聞きます。あ、まさか、まさかのカーボーイさんが擁護していただきありがとうございます。沖縄ディジェスパパヤさんからも、段取りが壊れてこその領事館。そんなことないんだよ、これちゃんと全部シナリオがね。段取りは1個だけです。山内さんが一言一句漏らさず書いてくれたシナリオを僕はただ読んでるだけなんです。皆さん分かってないけど、これは大人の世界なんです。俺がこんなことやらないって分かってる。そうね、キャン君が書いてたらもっとおかしなことになってるしね。そうね。キャンワールドになりますから、まあ、何言ってるか分かんない話にどんどん深みにはまっていく感じになると思いますけどね。はいはい、危ない。、はい、もうやめときましょう。はい。いない人の悪口。そう、悪口じゃない、何言ってるんですか、楽しいなっつって今日も。さあ、こんな感じで今日も楽しくやっていきたいと思います。い、さあ、どこかの領事館、この番組はあなたのイベントを特別なものにアブソリュート、今入れる保険あります。有限会社アシスト各社の提供と、今日もたくさんのリスナーさんに支えられて、ここ FM 宜野湾から生放送で1時間お送りいたします。さあ、電波の人は 79.7MHz。ネットはツイキャスや YouTube でご視聴いただけます。うん、また、マイチューナーラジオというアプリなら、電波と同じ音源を聞くことができますので、こちらもおすすめとなっております。ネットやアプリの場合は、FM 宜野湾を選択してお聞きください。はい、ちゃんと言えた。さあ、今日のトークテーマ言っていいですか。今日のトークテーマは最近の宇宙事情。さあ、宇宙事情でございます。領事館でもね、あのちょこちょこ宇宙的なニュースとか、はい、なんか話題があった時に紹介させてもらってるんですけど。そうなんですよ。ということはやっぱね、好きなんですよ僕らはね。宇宙兄弟ですから、うん、新しいの来たよ。MJ さん、新しいの来た。BL ブラザーズじゃなくて宇宙兄弟、はい、宇宙兄弟ですからね、はい、そうそう。で、最近ね、そういったいろんな宇宙的なニュースとか、うん、出来事話題がなんか結構去年あたりからいっぱい出てきてるんで、前園さんとか、そう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 、面白いなと思って、その辺の話をメインでやったことはなかったんでね、そういうのを今日はやってみたいなと思っております、うん、はい。さあ、番組ではコメントやメールも募集しております。コメントの方はツイキャスですね、ツイキャスの方生配信してます。こちらにコメントいただけるとすぐに見れますので、よろしくお願いいたします、はい。さあ、メールの方はメールアドレス797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com でメールもお待ちしております。テーマに関係なくても全然 OK です。皆さんのコメントメールお待ちしております。さ、ちゃんと、はい、はい、ちゃんと段取りしましたか。しているんですね、ありがとうございます。唯一の段取りですか。唯一言うな、ちゃんとやるわ。はい、はい、それでは今日もこのコーナーからいきましょう。
さあ勝手にお店紹介です。このコーナーはりょうちんが実際に行って食べて喋って遊んで飲んで楽しかった良かったお店を皆さんに紹介するコーナーとなっておりますが、はい、今日はちょっとだけ特別編でやらせていただきます。はい、はい、今日ご紹介するのは実店舗ではなくてオンラインでのイベント物産展第7回中部広域産業祭りオンライン物産展でございます、うん、さあ先週先々週とちょこちょこ告知の方でお話しさせてもらっていたんですけれども、ね、はいはい、今絶賛開催中のオンラインイベントとなっております、うん、こちらはですね、まあ、沖縄県の中部圏域っていうんですけど、はい、内地の方に説明しますと沖縄県の沖縄本島一番大きい島を、うん、北部中部南部と3つの区域に分かれてるんですね。行政区というか、はいはいはい、学校とかのね、うん、その真ん中の中部と言われている地域にある旧市町村がみんなで集まって産業祭りを今までやっておりました、うん、これ僕たちが所属する、商工会青年部というところで主催して今までやってたんですけれども、今回このコロナ禍の中で、コロナ禍の中っておかしいな、まあ、コロナ禍のせいで去年とかも開催できなかったんで、はい、今年は初めてのオンライン開催ということになりました、うん、なので、どういうことをやってるかというと、この旧市町村に旧市町村の中でこの青年部に所属しているいろんな事業所、いろんなお店、いろんな企業がいっぱいあるんですね、はいはい、そちらが実際にこの特設サイトを通じて皆さんにこのいろんな物産を販売できる場を今回オンラインでやっているという感じでございます、うん、でオンラインでやっているので、まあ、普段遠くて行けないところも簡単にアクセスできますし、はいはいはい、いろんなものが買えちゃったりするんですね、うん、でさらにオンラインなのでいろいろイベントもちょこちょこやってまして、うん、その辺も含めて今日は紹介したいなと思っております。はいはいはい、はい、ですね、まずこのいろいろそのサイトを見ていただけると、うん、まず皆さんちょっとね中部広域っていうので後で探してみてください。すぐ出てくるので、はいはいはい、中部広域って探していただくと、うん、まあ、いろいろ中部広域なんたら出てくるんですけど、第7回中部広域産業祭りオンライン物産展という特設サイトが出てきます。そちら見ていただくとこのいろんな、市町村のいろんな物産とか、うん、いろんなサービスとかいろんなもののオンライン販売を行っている特設サイトが出てきます、うん、でこの中にはいろいろともちろん人気商品もたくさんあるんですけど、うん、まあ、今だからこの祭りだからこそ出してる商品だったりセットだったり、まあ、普段店舗で売ってないようなセットだったり、うん、で今だからこそこのお値打ちなものがお値引き価格で買えるような、うん、そういうのもたくさんあるのでもうぜひまず見てほしいと思います、うん、ちなみに全商品合わせるとね150ぐらいのかな、すごいね、はい、結構な数出てます。100、あ、間違えました、200近く出てます。なのでぜひぜひ皆さんの気になるものがあるかと思いますので見てみてほしいと思います。ジャンル分けで見ることもできますので、食品だったり雑貨だったり美容だったりサービスだったりアパレルだったりチケットだったり、うん、そういった感じでも見れますのでね、ぜひぜひ見てみてほしいと思います。これでもすごい考えてるよね。はい、めっちゃ、ね、考えられてない、はい、ちなみに今ランキングが発表されてるんですけれども、うん、はいはい、1位はもちろん美味しいものですね。1位は半額以下超お買い得沖縄県産厳選ロース焼肉用でございますね。どこにあるの、何がですか、ランキング。ランキングですね、今、今ホームページ見てるよ。トップページ見ていただくと、うん、左のジャンルとかいろいろ出てるのの下の方に現在のランキングが載ってます。ジャンル別の下、あ、本当だ、左側の下の方、市町村別、ジャンル別とかの下の方に。この方は誰ですか。この方は知りません。知り合いじゃないんだ。僕の知り合いではない。あ、なるほど。はい、こういった美味しいお肉があったりですね。すごいね、はい、あ、和紙食堂5位、そうそう、和紙食堂さん頑張ってますよ。チケット、お食事券が、うん、和紙さんは出てますね。はい。で、コバも売れてます。コバも4位に入ってますね。はい。宜野湾勢頑張ってますね。そうですね。はい。こちら、今出てきたコバさんは、はい、隠れ家レストランコバというお店なんですけれども、うん、こちらのコバの那覇カレーグランプリ優勝レトルトカレーセットというところで、素敵な夜景の見えるレストランなのに、うん、なぜかカレーグランプリで2年連続優勝というわけのわからないこと、うん、ランチでしか出してないカレーで、はい、沖縄1位を2回取ったというすごいお店なんですけれども、
ランチでしか出してないランチでしか出してないです、カレーは。まあ夜がメインなんですけどね、うん、なのに沖縄は一応2回取れるというだからね、はい、夜ってイメージですけど、素敵なお店なんですけど、そこのその沖縄一になったカレーのレトルトカレーのセットを販売してますね、うん、はい、これ間違いなく美味しいのでこの辺とか見ていただきたい。で、食べ物ばっかり今紹介してますけど、そうじゃないのもいろいろありまして、例えば雑貨とかを見ていただくと、いろんな可愛いアクセサリーだったりとかキャンドルだったりとか、はいはいはい、で面白いので、中グスクソンの空気っていうのも売ってます。まあね、中グスクソンの新鮮な空気をたっぷり詰めた缶詰売ってます、うん、いやいいんですけどね。買う人がいるんでしょう、はいはいはい、っていうのがあったり、はいはい、で美容って見ると、うん、はい、いろんな脱毛とかフェイシャルとかの割引チケットみたいな、まあ、これはもう直接お店に行かれる方じゃないとですけど、県内に限ってしまいますけれども、はい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 、こういったお得な情報もあります。でサービスっていうのを見ると、うん、こちらもいろいろあるんですけど、面白いのがこの DIY 相談サービスって言って、うんうん、実際に建設業の会社の方が、はいはい、あの2時間一緒にレクチャーしてくれるそうです。この道具の使い方だったり材料の選び方だったり、うんうん、実際作ってみたりそういうのをやってくれるチケットとか、はいはいはい、はいはいはい、で、ドライフラワーを作っていただけるチケットだったりとか、うん、はい、でウェブサイトを作ってもらえるチケット 40% オフで33万とかね。そういうのもすごいのもいろいろあります。本気でちょっと試しでいいなっていうのから、本気でお得で買えちゃう高額な商品まで本当にいっぱいあります。はいはい、はい、本当にいっぱいあります。はい、といっぱいですね。はい、でアパレル見てみるといろんな T シャツだったり、まあ、オリジナル、もちろんオリジナルの、うん、いろんな T シャツだったりとか雑貨みたいなのもトートバッグだったり、でこっちでここでしか買えないマスクだったり、いろんなものが売ってます。そしてなんと僕見つけましたよ。なんですか？ハチエンドのポップコーンも。ありがとうございます。はい、あのうちのポップコーンも一応、はい、販売させてもらってます。これ何、これ買ったらさ届くの？はい、届きますよ。あ、買おうじゃあ。ありがとうございます。はい、買いますよ。でもちょっと今回ね、あのいろいろ意見ご意見いただいて、うん、そっかと思ったのがね、あの単純にこういうオンライン物産展に出品するのが初めてなんですけど、はい、単純にうちポップコーン出してるんですよ、うん、じゃなくてちゃんとこの何個セットとかね、あ、なんかこ要はおつまみ系はこのセットとかね、あ、これ1個だけ、お子様向けにこのセットとかっていうのをやりゃよかったなって今思ってます。なんか写真はほら全種類で350円みたいになってる、はい、これは中見ていただくと、うん、素敵ないろんな写真がいっぱいあるんですけど、はい、はいはいはい、こんな感じで、まあ、単品ずつでうちの場合はポップコーン販売してます。で、うちのポップコーンの場合は、まあ、賞味期限が1ヶ月とかあるので、あ、あんなにあるんだ、はい、なので、あの他の雑貨とかと一緒に買えます。このオンラインサイトの強みってこれかなと思って、はいはいはい、だからポップコーン1個欲しいな、あ、このイヤリングかわいいな、このイヤリング1個欲しいな、あ、このフェイシャルのチケットも買っちゃおうかなっていうのをやると一緒にまとめて送ってもらえるんですよ。そしたら送料もお得じゃないですか、うん、そういうこともできますので、あ、なるほどね、はい、ぜひぜひ見ていただきたい。いいな。で今オンラインでやってるっていうこともさっき言ったんですけど、うん、そのまあランキングもそうなんですけど、はい、今ここでいろいろとまあ、協力していただいた方にも還元ということで、あのハッシュタグ、うん、中部広域産業祭りというハッシュタグをつけていろんな SNS のサイトに投稿してくれた方を対象に、はい、あのデジコポイントのプレゼントというのも行います。デジコポイントって分かります？分かんない。なんかね、僕もそこまで詳しくなかったんですけど、うん、あのそのデジコポイントというポイントがオンライン上のポイントがもらえるんですけど、はい、うん、それが自分がいつも使う Amazon とか PayPay とかTポイントとかに変えられるそうです。その、だからデジコどこで使うのじゃなくて、デジコポイント1000ポイントってもらったら、うん、それをじゃあいつもじゃあペイペイ使うからペイペイに変えちゃおうとか、そういうことができるらしいです。なので結構お得な、何にでも対応できるポイントになってます。なので何どうすればいいの？ハッシュタグ、まず中部広域産業祭りの公式ツイッターとかインスタがありますので、うん、はいはいはい、そちらをフォローしていただいて、フォローしてますよ。はその上でハッシュタグ、うん、中部広域産業祭りというのをつけて、はい、なんかこんなサイトで買っちゃったとか、こんなサイトやってるらしいよとかっていうのを投稿すればいい、はい、リツイートとかしてもらえると、それでも応募したという形になりますので、はいはいはい、後ほどそのやってくれた方の中から抽選で発表されることになっております、うん、なるほど、はい、でさらには、うん、
今現在ですね、やってるんですけれども、うん、この限定セット商品およびタイムセールということで、はいはい、元の値段よりだいぶお値引きになってお得になった商品とかのラインナップが今始まってます。うーん、はいはいはい、その辺も実際にサイトを見ていただきたいんですけれども、うん、はい、でさらには、この後大抽選会を準備しております。はい、実際にこれまでに商品を買っていただいた方を対象に抽選会をやるということで、そちらでもまた別の豪華商品プレゼントということで、そういったものも催しがですねオンライン上でいろいろ準備されております。うん、であとはまあランキングの集計結果発表だったり表彰だったり、はい、で負けた、市町村別ランキングで負けた市町村チームには罰ゲームが課せられたりとか、そういったこともオンライン上でいろいろと見せてもらえるということになってますので、はい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 、ちなみに僕が所属する宜野湾市は今2位ですね。2位ですね、はい、うん、沖縄市が強い。沖縄市強いんだね、はい、そんな感じでいろいろと盛り上げてやっております。で大事なのがですよ、これも開催して結構なるんですけど、うん、今週までなんですね。今週までなのでチェックしてない方ぜひぜひ見ていただきたい、今週3月6日まで3月6日までの開催になってますので、もうぜひぜひこちらも見ていただきたいです。さあ先ほど言ったタイムセールの方とかだと今だと 60% お得券とかもバンバン発表してますので、うん、ぜひぜひ見てください。これあれね、おっちゃんとかは、はい、そこで食べる感じ。そうですね、チケット、はいはい、販売になってるかと思います。皆さんおっちゃん美味しいからさなあ、でも美味しいとこばっかりだねこれ見たら、はい、沖縄市もいっぱい美味しいとこがあるね。そうなんですよ、うん、沖縄市もね、山下さんも沖縄市大好きだからね。そうそう、宜野湾もね、はいはい、でもやっぱりなかなかいいですね、はい、ぜひ見ていただきたいですよ。さあコメントの方も結構来てます。あ、沖縄ティーズスパパヤさんもうインスタ、フェイスブック、ツイッターリンク貼っていただいてます。ありがとうございます。本当にさすがです。ありがたいね、本当にありがとうございます。ぜひぜひ皆さん、俺だってこのリンクから今辿ってるからねリスナー頼りがバレてますさあ沖縄ティースパパヤさんからポップコーン届きました。ありがとうございます。パパヤさん購入いただいてポップコーンうまかったでしょ。パパヤさんツイッターにも上げていただいてありがとうございます。僕も見ました。さあ同じくパパヤさんから石垣牛も届きました。今夜は焼肉ってすごいな。 MJ さんが抽選会ってどうします。誰とかなもう MJ さんはそんなことばっかかさあカッボーイさんもあのフランス料理屋さんってところってから、これコバさんですね。コバさんで同じくカッボーイさん、小学校の時に富士山で富士山の空気っていう缶買ってきてあげて頭がヒントマークだらけになった覚えがあるよついでに直木屋さんはライブ会場の空気って言って瓶詰め1000円で売ってたっけ1000円、なんてアコギな、なべ中身空気だよあ、おっちゃんの魚のニンニクバター焼きも買ったって。おーおーすごい、素敵素敵。パパヤさんうるま市いっぱい買ってるけどまだ3位ってすごい。パパヤさんそうですよね、実家うるま市ですもんね、うん、素敵素敵。もうみんな参加していただいて本当にありがとうございます。さあそんな感じでですね、今現在中部第7回中部広域産業祭りというのをオンラインで特設サイトでやっております。3月6日日曜日までとなっておりますので、皆さんぜひぜひ中部広域で検索してこちらの方を覗いてみてください、はい、さあ本日、勝手にお店紹介特別編でご紹介したのは第7回中部広域産業祭りでした。真面目なんですよ、若菜ちゃん。真面目っぽいです。
デイジブンジこうだよな、同じメガネなのに違うんですね。なんでやねん。そうよ、若菜ちゃんいるのにさ、変態発言ばっかりしたら大変だよ、MJ さん。MJ さんに言ってるんですよ。リスナーと直でつながるラジオですよ。そうそうそう。お、パパヤさんがメール送ったら若菜ちゃんが呼んでくれるのかな。若菜ちゃん呼んでみるか。いいね、いいね。本当に MJ さん面白いな。若い人大阪弁使わない。そんなことないですよ。そんなことない、はい、うん、パパさんそんなことないって。さあ、どこかの領事館をお送りしております、はい、本日のトークテーマは宇宙事情でございます。え、最近の宇宙事情で、はいはい、ちょっとあのボケようかな、どうしようかなって直前まで悩んでしまいました。あ、だからテーマを間違えた。はい、すみません、間違えてないですよ、間違えてない。ガンプラとかなんか言おうかなと思ったんだけど、まあ、いやでもほら最近のを入れないとさ。そうですね、最近の宇宙事情でございます、うん、はい、さあコメントの方も来てます。カブボーイさん、キャンさんの出番だ、笑い。宇宙事情といえばちょっと前に宇宙ゴミが大問題になってるって話聞いたことあるけど、今どうなってるのかな、下地空港から飛行機みたいに宇宙に行ける時代が来るみたいのが成功した時に宇宙ゴミにぶつかって飛行機破損とかしないのかなっつって、これマジで今大問題になってますね。あのスペースデブリ、宇宙ゴミってなんかスペースデブリっていうらしいんですけど、かっこいいね。このこれまでのほら昔のロケットとかって、うん、この途中で切り離すじゃないですか。はい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 、あんなのが、あ、落ちてくるんだ。いっぱい地球の周りを回ってるらしいです。へー。あ、一応大きいやつは今まで、うん、そういった今言ったロケットの、うん、多段式ロケットっていうんですけど、時短で切り離しとかやるやつは、うんうん、全部一応地球上に落ちるように設計されてて、すごいね、パラシュートとかでちゃんと海に落としてるんですけど、うん、中にはそううまくいかなくて宇宙をそのまま漂ってるのもあるんですよ。とかあとはこの使わなくなった人工衛星、うんうん、要は耐用年数を超えて、はいはいはい、そのまま使えなくなっちゃったやつとかも、うん、そのまま回ってるらしいので、要は取りに行けないじゃないですか、うん、捨てられないので、うん、っていうのがもう今何百とあるらしくて、それがまあ、実際に運用している宇宙ステーションとか、うん、人工衛星にぶつからないかっていう心配がめっちゃあるらしいです。え、どうするんだろうね。だから今問題になってるんですよ。どうするかがはっきりできなくて、ね、どう規模がでかすぎてどうにかできるもんなんですか。どうなんでしょうね、まあ、これはこればっかりは本当に技術が進まないとどうにもならないと思うんですけど、そうなんだ、はい、だからこの間ね、この中国とかがそういったのに向けてミサイル発射成功しましたみたいなこと言ってましたけど、本当のかなみたいなところもあるし、あ、そうなんだ、はい、それぐらい難しいんだ。難しい。でそれさ、でも宇宙このゴミがさ、はい、海に落ちたら海も汚れますよね。そうですね、問題じゃないですか。問題です。簡単に海に落とせばいいっていう話じゃないですか。ね、大概のものは燃え尽きるんですよ。あ、はいはいはい、要は大気圏突入して、はい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 、ゼータガンダムみたいにバーって耐えながら入ってこれないので、うん、燃え尽きるんですよ。まあ世に言うあの水星じゃねえや、なんだっけ、流れ星になっちゃうんですよ、はい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 、それで大体空気中でなくなっちゃうんですけど、うん、中には超でかいやつとかはやっぱり海に落ちたりすることがあるらしくて、うーん、海に落ちる話をそうしたかったんですよ。海に落ちたらさ、うん、クジラとかが食べるんじゃん、うん、食べるぐらいのやつかな。もっとでかくね。そっか。そうそうそう、宇宙ゴミからこの宇宙海に落とすやつなんですけど、今、はい、僕これが一番なんかなんだろう気になってるんですけど、うん、今動いてる2020
2024年までの運用計画だったらしいんですよ。うーん、ですぐじゃないですか。そうですね。であれって何カ国、6カ国、10カ国、結構な国が協力してやってるので、もちろん日本も、うん、でロシアも、うん、アメリカもやってるので、はいはい、どの国のものじゃないんですよ。うーん、で、去年今年ぐらいに2030年まで延長しますっていうのをアメリカが発表したんですよ、うん、運用を、うんうん、運用を延長します、うん、だけどさっき言った各国の承認は2024年までしか取ってないんですよ今のところ、はい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 、だから今からそれを取らないといけないんですけど、うんうん、ね、またロシアとかいろんなことやっちゃってるからそう、ね、どうなるかなっていう話があって、でそいつも2030年に運用が終わったら、うん、2031年に海に落とすそうです。へえ、やばくないですか。やばい、めちゃめちゃでかいのか。420トンだそうです。いい、でもなんかすごいのが、うん、落とす場所があるんですよ。はいはいはい、ポイントネモっていうところがあって、うん、ネモネロネオあるんですよ。何だったっけな、ポイントネモ、合ってる合ってる、ポイントネモっていうところがあって、うん、それはどこかというと、うん、あの地球上の海の中で一番陸地から離れてるところだそうです。へ、だから世界中いろんな島とかいっぱいあるじゃないですか、はい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 、あれの中で一番この間取って一番陸地から離れてるところがポイントネモっていうところがあって、だいたいニュージーランドと、想像してくださいよ、うん、ニュージーランドと南米のチリと南極大陸が下にあるんですよ、はい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 、その真ん中ぐらい、そこが一番離れてるんだ。一番離れてる、そのポイントから一番近いところがイースター島とかで2700キロ離れてる、あ、それでもそうです、一番近いところで。これ津波とかなるのかな。意外とならんみたいですよ、やっぱ海もめっちゃ深いし、はい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 、はい、でこの大陸とか島から遠いので、なんかすごい、なんかそっから壮大だね、いろんな、なんか有機物というか生き物というか、うん、そういうのが運ばれてくることもほぼほぼないし、はいはいはい、海流の動き的にも、うん、そこはあんまり栄養が豊富じゃない海らしくて、うん、だから生き物も他のところよりは少ないんじゃねって言われている場所らしくて、もう今すでに人工衛星とかが100、うん、200ぐらい落とされてるらしいんですけど、その場所に。うーん、はいはい、なんかすごいね、壮大だね、そう、なんか宇宙って感じね。でなんか地球規模だな。今使ってる国際宇宙ステーションが、うん、はい、このさっきも言ったみたいにいろんな国が一緒いろん協力してやったやつ で、はいはいはい、でその前は、うん、ロシアが持ってたんですよ、はい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 、一国で、はい、ミールっていう宇宙ステーションを、うんうん、それがこの国際宇宙ステーションの前なんですけど、はいはい、そいつもそこに落としたそうです、終わった時、でそいつが確か120トンぐらいだったらしいんですけど、それが今までで一番でかいやつ、はいはいはい、でも今度この国際宇宙ステーションを10年後ぐらいに落とすってなると420トンなので、うん、とんでもない大きさのやつが、いや、めちゃくちゃだな、すごいね、落とすっていう予定ですね、うん、やばいっすね、やばいっすね、ガンダムのコロニー落としみたいにならないことを祈りましょうね。あなるほどね、はい、今日ガンダムちょいちょい出てくるな、こんな話してしまったら、やっぱ宇宙だからねしょうがないです。そうなんですよ。でこの国際宇宙ステーションも、うん、廃棄するじゃないですか、はいはいはい、そしたら次は民間に作らすそうです。かっこいいね。今アメリカの4社ぐらいと、うん、あの資金提供の契約をしてて、はい、NASA が、うん、もう そっちでみんなで作るっていう話にはなってるらしいです。で NASA 的には、うん、要はまあ普通の公共事業とかと一緒で、うん、民間が作ってやってくれるところに、はいはいはい、自分たちが行くってなったら、うん、この維持とか、うん、維持費とか修繕とかは民間でやれじゃないですか、うん、はいはいはい、自分なんかは利用料払っていくよ、はい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 、ってなったら、うん、今までの宇宙開発よりもお金かからないって言ってるんですよ、あ NASA 的には、はいはいはい、でその分もっと遠くの宇宙を調べるための予算に使うっていう話で、ああなるほど、地球周回上ではなくて、かっこいいね、なんか壮大だな、壮大、すげえと思って、すげえな本当に。でさっき、あまた話戻しますけど、うん、さっきあのカッボーイさんがおっしゃってた下地島空港宇宙港計画もあって、はい、実際に、うん、あの宮古の下地島っていうところに下地島空港っていうのがあって、はい、で昔は、いろいろいっぱい使われてたんですけど、うんうん、それが使われなくなって、はい、でどうしようってなった時に県がいろんなの募集したら、うん、その時に今はあの貨物便とかが止まるようには今なってるらしいんですけど、うんうん、でそれ以外でもっと活用しましょうっていうことを提案したら、この日本の企業が、この宇宙開発している企業が手を挙げて、うん、それが通ったんです
なんていうんですこの宇宙開発の拠点にするっていうやつが、うん、話が通って採択されたんですよ、うん、誰に沖縄県に今沖縄の話下地島空港の話ですあなるほど何の話してるのそうそうで、うん、実際に採択されて、はい、宇宙港としてこっからこの宇宙旅行に行く飛行場にすると要はだからロケットじゃなくて、はい、飛行機みたいな形で飛ばしてこれも一番現実味がある話らしいんですよ、ジェットエンジンで飛んでいって、うん、めっちゃ高いところまで行って、うん、でギリのところでジェットエンジン切ってロケットエンジン点火してかっこいいねそれから宇宙まで出て行って、うん、めっちゃ高いところまで出て行って、はいはい、でそこからまたゆっくり戻ってきて、うんで成層圏越えたらまたロケットエンジン切ってジェットエンジン噴射して着陸して戻ってくるそんなことができるんだ実際に一応あのなんでしょう理論上はできるまだ物はできてない僕らはねどうしても切り離しのあれ、はいはいはい、昔のね、ねイメージしかできないですけど、はい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 、山内起きてって MJ さん分かった起きようね寝不足だからさどうします最近のさ僕今調べたんですよなんすかなんすかいろんな出来事、はい、宇宙に関する、はいはいはい、これ全然意味が分からないから、はい、りょーちんに解説してもらう感じにする急にいいっすよなんすかまず史上最大規模の宇宙の地図がダークエネルギーの謎を解き明かすと来てますこれどういう意味ですかあの多分ダークマターの話だと思うんですけど、はいはいはい、今さっき言った深宇宙深い宇宙って書いて深宇宙の開発が今進んでて静止軌道上にある望遠鏡ハッブル宇宙望遠鏡とか、はいはいはい、そういうので、うん、この全然地球から目で見えないレベルのところまでめっちゃ調べてるんですよ、はい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 、でそれで宇宙地図っていうのを作ってるんですよめっちゃ作ってるんですよあの広さの説明するとわけが分からなくなるんですけど、うん結局地球ってほら太陽系の惑星じゃんみんなよく知ってるじゃん、はいはいはい、太陽の周りぐるぐる回ってる口調が変わったんですかだけどこの太陽系って言われてる中で光ってる星って太陽1個じゃないですかああはいはいはいで地球とかみんな自分で光ってないじゃないですか、うんうん、でも10個ぐらい回ってるでしょ、はいはい、でこれが太陽系っていうじゃないですか、うんうん、こんなのがなんとか系が、うん、何兆とか集まって、はい、銀河系っていうでかい集団になってるわけですよへ銀河系何兆って集まってんのめっちゃすごい数しかもあれ星じゃないですよだから太陽系みたいなのが集まってるんですよ、はい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 、でこれが、うん銀河系っていうのなんですけどこの銀河系がまた宇宙にいっぱいあるんですよ、うん、あちなみに太陽系はアンドロメダ銀河っていう銀河系に所属してるんですけどかっこいいねこれ名前さ誰が決めるの多分ウルトラマン好きな人じゃんかっこいいよね本当にでアンドロメダ銀河はウルトラマンがそれをパクってるんじゃない？じゃあ分かるか見えるかって言われると見えるんですよ、うん、なんで天の川ですがあれは銀河のアンドロメダ銀河の断面図なんですよ横から見た図なんですよへえ、うん、もうちょっとよく分からないなだからあのキラキラしてるちっちゃい一個一個が太陽系みたいなやつなんですよ、うん、の星なんです本当っていう感じでそのアンドロメダ銀河みたいな銀河系がまた宇宙にはめっちゃいっぱいあって、うん、もう数とかもう分からんけどでそれがどこにあるかまで一応調べてるんですよ今ずっとはいはいはいっていうのがこの宇宙地図お宇宙地図かっこいいでダークエネルギー云々は、うん、この宇宙をじゃあ構成する物質とかを計算上ね、はい、いろいろやった時に、うん、なんかもう膨大な量で足りないって今観測されてるエネルギーだけではんごめんもう一回だからもう計算上の話ですこれはだからいいよもう一回目で見える見えないじゃなくてちょっと俺想像が今追いついてないからもう一回言ってこの宇宙の中に存在する物質とかエネルギーを計算でバーって出したときに、うんはいはいはい、あの明らかに計算上あるはずなのに、うん、全然観測できないエネルギーがものすごい量あるんですって宇宙空間に観測できないんだよ 今のところ観測できてないこのあれではでしょ、はい、計算上はあるはずだけど、うんうん、実際に観測ができてない、はいはいはい、それをよく暗黒物質ダークマターっていうんですけどあそれのことなんだだから見つかってないんですよまだあるはずだけど何か分からないのをダークマターっていうんだ そうそうでそれをだから今言った宇宙地図のがいろいろ広がっていって知ってることが増えていけばいくほど、うん、真実が近づけるんじゃねえかっていう話を短く言うとさっきの文章になると思います、ちょっとね聞いたけど
あの意味は分からないけど、まあ、りょうちんがすごいっていうのは分かりました。なんだよ、喋らしといって。じゃあ次行きますよ。次行くの？いいですか？まだあるの？あれ、当たり前ですよ。いいよ。ね、宇宙の膨張速度に新たな推定値が出た。はい、宇宙論モデルより 8% 速くなった。なは。ということですが、はい、これどういうことですか？今、うん。定説というかこれが一番正しいんじゃねって言われてる宇宙論は、はい、うん、皆さんご存知のビッグバン理論っていうやつ で、 そうです、ね、何もないところからいきなり爆発が始まって、うん、それがブワー広がってその中に宇宙ができていったっていう、簡単に言うとそんな感じ、うん、でそのブワーって広がってる宇宙は今でも広がってるって言われてて、はいはいはい、だから果てがある一応空間なんですよ、うんうんうん、でそれがブワーって広がってると、うん、で広がってるのなんでわかるかって言ったら、うん、さっき言ったアンドロメダやら星やらなんちゃらをブワー調べていくと、うん、絶妙に離れていってるとか、そんなのがなんかわかるらしくて、わかるんだね、壮大な数ですよ多分計算上、うんうん、でこれ何計算で出してんの？だって100年とか200年観測して初めてこんだけとか分かるレベルの話のそう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 計算上、まあ、うん、要は昔の人が調べた星の位置と今の位置と違うよね、なんでとか、はいはいはい、その辺も含めていろいろと計算を出してやるんですけど、うん、でそのだからその理論で言うとだから宇宙はまだまだ広がってるそうです。だからその広がっている予想のスピードが、うん、新しい理論、あ、新しい計算で変わったっていう話、うん、でも光の速さって言われてるわけでしょ、広がるスピードがですか、うん、広がるスピードはまた違うと思いますよ。あ、違うんだ、はい、俺そう思ってたけど、はまた違う話だと思います。え、なんで、ね、じゃあこれ広がる速さだよなんで俺は光と思ってるわけ知らねえよえ、言われてないのじゃないと思いますよ。あ、わかんない、僕はそこまではっきり、はっきりそのスピードのキャンチどうなんだよ走ってきたぞ。でもさ、これさ、待て待て、深読みしたらダメだよ、話が十何分で終わらんから。あ、そっかはい、じゃあ次行きます。ほら MJ さんもちゃんと言ってるよ、その銀河系がたくさん集まったのを銀河団と言いますとか、ほらちゃんとみんな分かってる。え、光より早いってよ、すごいな。だからこれ 8% 早いって言ったらもう光より早いっていうことですよねだから違うんだろなんで光より速いのってないんでしょ。でもほら、カブオイさんが光年とは違うってこと、うん、ってパパヤさんは高速より速いんじゃなかったっつって、はいはいはい、はい、面白いな。ほら MJ さんちゃんと分かってる、遠い銀河ほど速くスピードで離れています。ただなぜ加速して離れているのか、ダークエネルギーのせいだという説が有力です。すごいね、すごいな。ですね、光より速いですよって、嘘、誰が言ってんの？キャン君。ああ、そうなんだ、うん、なるほどね。みんな落ち着けあ、じゃあぶっ込んでくるから、はい、何でしょう。いいですよ、もういいですよ。あれ何が、うん、もういいやだってあと13分しかないよそうだよ、うん、ぶっ込んでくるからでしょもうもういいや。なんか今日はちょっと僕は満足しました、この今のを聞けてはい、じゃあ一回曲いって仕切り直ししましょう。あ、そうですか、はい、はい、じゃあ今日の曲はもちろん皆さんご存知の、うん、ツラトゥストラは書く語りき、2001年宇宙の旅オープニングでございます。大好きなんだね、宇宙。だからね、すごいね、みんな MJ さんとかよくわかるね。すげえ、 MJ さんダークマターは質量を持ってるんで分布図は分かってますよ。すげえ、ちょっと意味がわかる。キャンチがめっちゃ近くにいるけど燃える、この曲燃えるキャンチ入りたくてうずうずしてるだろ俺今日このキャン君的な宇宙論じゃないよって言われたんだよなだからまあいいか、でも山内君がぶっこんでくるからもうえ、時々ニュートン買って読んでますってよ。まあ誰が MJ さん、すごい、ニュートン夏い、ニュートン買ってんだ、すげえな。中学校の時読んでた、うん、中高ぐらいまで読んでたよ、ニュートン。懐かしい。あれいいよね、あれ最新の宇宙理論になってますからね、ニュートン。すごいなぁ、未だに素粒子物理学だったわ。
気がする。MJ さんが若菜ちゃんにいいとこ見せられたかなって。若菜ちゃんは機材トラブルで。MJ さん、コメントを見る暇ないそうです。最悪でした。全部閉じてから。さあ、どこかの領事館をお送りしております。本日は最近の宇宙事情をつってるのに宇宙論をぶっ込んでくる人たち。あ、これ宇宙事情と宇宙論は違うんだ。違うでしょうよ。難しい。まあまあ、いっすわいっすわ、宇宙ですからね。じゃあ何が話したいんですか。楽しくいきましょう。え、だからまさに例えばほら、沖縄ディエスパパヤさん、宇宙エレベーターって開発進んでるのかな。こういうこと。こういうことですよ。宇宙エレベーター知ってます？知らない。これ昔から話はあるんですけど、うん、まだ実現できてなくて、はいはいはい、要は、人工衛星の中に静止衛星っていうのがあるんですよ、はい、わかります？わかんない。人工衛星とは地球の周りぐるぐる回ってるじゃないですか、はい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 、大体同じ高さで、はい、でそれが地球の回転してる方向に赤道の上ぐらいで回ると、すげえ。同じスピードでほぼほぼ回ると、そしたら停止してる。そう、地球から見たら同じところにずっとあるってなるんですよ。で、そういう静止衛星的なものから長いロープ垂らして地上まで、それ地上と結ぶわけですよ。これ簡単な話ね、理論でいう簡単な、結ぶわけですよ、うん、そしたら宇宙に浮いてるのと地面がつながるわけですよ、はいはい、そしたらこのつながったものを通して、うん、エレベーター的なものでウィーンっつって物を行ったりできそうだね。人が行ったり上がったりできそうじゃんっていうのが一応理論であって、うん、それをずっと開発してるんですけど、できない。まだできないです。この一番の問題は、うん、この結ぶ何かが要は強度的な問題とかで、あ、まだ作りきれなくて、ね、強度の問題、はい、耐えきれるやつ。へで、なんか言われたらああなんですけど、うん、面白いのがこの静止衛星ってもう絶妙なバランスで高さを保って回ってるので、はい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 、そこからロープとか垂らすって話になると、うん、その重さで地球に近づいてきちゃって、うん、要はバランスが崩れて墜落しちゃうんですよ。へ、そんなに絶妙なんだ、うん、なので要は遠心力とスピードと重さとみたいなバランスを保つわけですよ、うん、だからそのロープ垂らすじゃないですか、うん、そしたらその分だけ宇宙にもロープ出すんですって。へそしたらプラマイゼロじゃないですか。へプラマイゼロ。でもどっかにバーンってぶつかったらどうすんのかね。どこにあるんだよそのバーンがよ。なんで宇宙にガーっていくわけでしょ、はい、同じ長さの同じ長さ下あるかもしれないさ、うん、その宇宙ゴミ的なやつがね、もしかしたらあるかもしれない。星とかそんな近くねえよ星はよ。月とか月もそんな近くねえよ思ってるほど。あ、そうなんだ、はい、月ってどれぐらい離れてるんですか。月ってね、うん、思ったよりめっちゃ離れてますよ。うそ。なんか、うん、なんて説明したらいいんだろう。宇宙船に乗って何週間ぐらい。いや、というよりも、はい、例えば地球が、うん、指先のチョンぐらいで、はい、チョンぐらいで、はい、天ぐらいで、はい、しゃべの芯ぐらいで、はあ、説明してもどっち？で月ってほら地球の6分の1ぐらいとか、あ、6分の1、はい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 、重力が6分の1か、大きさは何分の1だ。結構でかいんですよ衛星としては。へ、あの他の惑星にはこんな大きい衛星はないんですよ。へ、ないんですけど、うん、これバランスがやっぱりだからおかしいんですけど、はいはい、その月が地球をだからそのチョンとしたら、うん、もう何でしょう、これぐらいの距離で、なんていうんですか。もう全然意味が分からない。これ説明できねえな。難しいな。例えばほら。ラジオ聞いてる人もっと分かんない。例えばさ、テニスボールが地球で、はいはいはい、ゴムマリが月としたら。ゴムマリ？ゴムマリってあるじゃん。ちっちゃいボール。あ、スーパーボール？スーパーボールが月としたぐらいの感覚で言うと、うんうん、みんなって、例えば10センチぐらい離れて回ってんじゃねえぐらいの感覚じゃないですか。はいはい、はい。じゃなくて、うん、本当はもう、遥か彼方なんですよ。え、嘘。遥か彼方なんですよ。ものすごい遠いんですよ。へ、はい、びっくりするぐらい。だからテニスボールでは
説明できなかったんで、あのチョンって言ったんですけど、チョンでやっても30センチか40センチぐらい離れたところ回ってるらしいんです。これ何、月行ったじゃん、行った行った、アポロが行った行った、あれはじゃあ何日もかかった、何日もかかってる、はいはい、あだから今今度またアメリカが主導で、うん、アルテミス計画っていうのを実際もう始めてて、はいはいはい、それは月にもう一回人類を送ろう計画なんですよ。でもこれまでと違うのは、うん、月の周回軌道上に宇宙ステーションも作って行こうぜなんですよ。で日本もそれ参加することがもう決まってて、うんうん、この宇宙月の周回軌道を回る宇宙ステーションの居住区、住むところを作る計画をもう請け負ってるんです日本が。へー、すごいね。で結構あのその計画もキンキンなんですよ。2024年って言ってたのがやっぱできんっつって、はい、2026年ぐらいにしようぜとかっていうぐらいキンキンなんですよ。結構現実的な話なんだ、はい、そんなのも実は進んでたりとかします。ですね、皆さんが月のこの何、はい、離れ具合を言ってんですけど、ちょっともうよくわからないねキャンチなんて40万キロですって言ってるけどさあ、そう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 、月は地球の4分の1の大きさって MJ さんが、40万キロがもうそうよくわからないよね。40万キロわからんすよね。だからパパヤさんが月まで新幹線で行ったら80日かかるらしいって、かかるくらいって。パパヤさん残念だけど俺なんか新幹線という概念があんまりない、はい、静岡の三島から東京駅がちょうど1時間ぐらいです。うん、ちょっとよくわからんよくわからんなはい、MJ さんの「おおガンダムでいうところのサイド3ですね」って、もうこれが一番分かりやすいわ。あれピンときて俺そんなにガンダムを覚えてるわけじゃない、小学校の時しか見てないもん。でカップボーイさん、じゃあ月の間に宇宙ステーションが回ってるってことは満月の時に風情も何もなくなるのかな笑いって。いや風情逆にあるんじゃない、それは多分。でもそんなピッパッと見えるほどでかくないので宇宙ステーションなんて。あ、そっか、うん、もう今日このタイミングで望遠鏡を覗いたら目の前を点が通るぜぐらいのやつだと思います。あ、望遠鏡で、はいはい、あでもちょっとあのロマンはあるよね。ねねね、うん、本当にジオン広告、あそうなんだ。そうですよ。MJ さん詳しいな。へえの意味が分かんない。ジオン広告ってあのだってあれでしょ、ジークジオンですよ、あの宇宙の船のあれでしょ。 MJ さん説明がもう全然足りないみたいよ住んでるところじゃないわけ、あの宇宙ステーションが、うん、なんか木とかも入ってたでしょ。そうだ、宇宙ステーション、宇宙ステーションが地球に対して我々は独立国だって言ったのがジオン国。あ、だから当たってるじゃないですか。船のって言うたやんかあれ船じゃないの。船じゃない、宇宙浮いてるやつ、宇宙に浮いてる居住区です。あーそっか、俺船と思ってたなみんなジオン好きだなすごいな、パパ屋さんも分かるっていうのがすごい。ジオン急にガンダムの話なんかあったね。ザビケ、そうザビケ、ザビケ、ちょっと俺ガンダムもう一回見てみよう、うん、今日のを踏まえて見た方がいいですよ、ね、ザビケの話とかちゃんと見た方がいいですよ、はい、あもうシャアがどんな出自でどんな意味を持って生まれてきて、そうね、どんな辛酸をなめてシャアになったかが。実はね、あのガンダムがアマプラに出てるんですよ、はい、何出てる？アマゾンプライムに最初から。あ、そうなの？そう、だから俺これ知らなかった、途中まで見たけどもう眠くて。機動戦士ガンダムから。そう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 、そうなの？そう、見よ夏い最初アムロムカつくんだよね一応 あれですよ、いつよって言っちゃった、いつの世も日本で流行るアニメの、うん、あの主人公の男の子はあのうだうだしちゃダメなやつなんですよ、ね、はい、それが一番、そうよね、それが一番みんなが共感できるやつなんですよ。あはのび太しかり、しんじ、怒りしんじしかり、怒りしんじもムカつくよね、はい、みんなみんなそうです。そんな何でもできるかっこいいやつが主人公になったら誰も共感しないんですよ。そっかそんなクラスの特権階級にいたようなやつは確かに誰も信用しないんですよ。宇宙兄弟のムッタもあれだもんね宇宙兄弟に戻してきたぞ話をアホだもんね。でも明るくていいやつだもんね。そう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 なんですよ。面白いな宇宙って。あ、映画の話もしたかったのに。そっか。まあ、いや。違うぞ。宇宙で映画撮影するってもう始まってるんですよ話が。すごいね。で最初トム・クルーズがぶち上げたんですけど、はいはい、俺宇宙で映画撮るっつって。はいはい、2年前ぐらいに、うん。そしたら去年ロシアの映画が宇宙で撮ったんですよ。へえ。すごくないですか。すごい。
このさっき言った国際宇宙ステーションに女優さんと監督さんと宇宙飛行士で行って撮ったって、とか完成したどうのこうのはまだ聞こえてこないんですけど、じゃあ宇宙の物語なのかな、うん、なんか国際宇宙ステーションになんか病気か何かが発生して、うん、そこで急遽このお医者さんが行ってそこで奮闘するヒューマンドラマって、面白そうだな。それを実際にこの女医さん役の女優さんと監督と行って12日間国際宇宙ステーションに滞在して映画撮ったらしいです。不思議、面白いね。トム・クルーズクーってなってるやつね。まあいいじゃん、ね、それでこのアメリカは国際宇宙ステーションにこの映画スタジオを作るっていうのも発表してて、もう30年に終わるっつってるのに24年ぐらいに映画スタジオを作るって。で30年に終わる頃には外してまた別で単体で使えるようにするっていう、すごいね。スケールがもう、ね、とんでもないことになってるね。さあそんな感じで楽しんでいただけましたでしょうか。はい、面白かったです。いつもギリギリまで喋るどこかの領事館、本日も残り30秒となってまいりました。また来週もリスナーの皆さんと楽しいおしゃべりやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、週の真ん中水曜日夜8時からは領事こと吉村領どこかの領事館です。本日も最後までお付き合いありがとうございました。はい、どうぞ。すごい、ありがとうございます。もうコーナーは諦めてますよ、この人。何でですか？何でも吉岡さんに言ったんですか？あ、違う。